エ向ムケ・ホルスト・パウル・アグスト・エ向ムケは、ドイツの広報学者、政治家である、ドイツ社会民主党所属、ドイツ連邦議会議員、法務大臣、連邦首相府長官、研究科学大臣権郵政電信大臣などを務めた、ダンツ追ヒ生まれ、地元のギムナジウムに通う、2007年になって、エームケが1944年に、 ナチ党に入党していたことが明らかになったが、A 向けはそのことは自分でも知らなかったと釈明している。第二次世界大戦末期の戦果を避けて西に逃れ、終戦後の1946年にフレンスブルクでアビトゥアに合格。1947年ドイツ社会民主党に入党。ゲッティンゲン大学で経済学と法学を学び、 1949年から1年間プリンストン大学に留学して政治学と歴史学も学んでいる。1951年に第一次放送試験と公務員試験に合格して大学を卒業。1956年に第二次放送試験に合格した。この間1952年に法学博士号を取得。 1952年から1956年まで、ドイツ連邦議会議員、アドルフ・アルントの補佐官を務める。1960年、ケルンとバークレーのフォード財団研究員となる。1960年に教授資格を取得し、翌年フライブルク大学で広報の教授となる。首相府で1972年のクリスマスを祝う、エムケラ閣僚1967年。 グスタフ・ハイネマン法相の下で政務次官に就任。1969年にハイネマンが大統領就任のため辞任すると公認の法相としてキー・ジンガー内閣に入閣した。同年ドイツ連邦議会選挙で初当選ビリー・ブラント内閣で特命省連邦首相府長官に就任。1972年の連邦議会選挙後は研究。 技術大臣権郵便通信大臣に転じた。1974年にブラントが議応無事件で辞任すると閣僚を辞した。同年弁護士免許を取得。1977年から1990年までスピードの連邦議会議員団長を代理。1994年を最後に連邦議会を去り、政界から引退した。政界引退後は、 犯罪小説や政治スリラー小説を発表している。アメリカ同時多発テロ事件について、テロリストが、諜報機関の助けなしに、このようなテロを起こせるわけがないと発言し、アメリカが主衆国による陰謀説をほのめかしている。憲法に関する著書も多い。二度の結婚で三次の父となった。ありがとうございます。